だったのかもしれない。それでもそれが必然の始まりだった。葬っていつかの記憶のかけらたちが色あせることさえもまだできないままに、今でも変わらずに思い出してる人すべてがいつか繋がり合って消えないようにと錆びついて、私はここから